not behind you. すごいかというと、もうめっちゃ楽しい。もうなんかずっと走り続けていたい、もう車から降りたくないっていう感じがしますね。やっぱエンジン一体のくなんだけど、もうピンピン回るし、あのトルカって上回るし、パンチあるし、音もいいし、でまあ久しぶりのあの鍵を回すあのキーなので、今までずっとボタンだったんだけど、初めて車に戻れたって感じで。キーククンと回して、エンジンがボンと回あの火が吹いて、まあ、それで加速するっていう感じですね。で、これはあの珍しくマニュアルです。でもシフトがちょっとストローク多めなんだけど、確実にあのギアを1個抜いて次のギアの入り口ぐらいまで持っていくと、もうパコーンとこうギアが食いつくような感じの、あの本当にこう感覚的に人間のそのマニュアルシフトの操作性の良いトランスミッションで、自分の右手とあのなんかギアボックスがものすごくうまく対話してるなって感じですね。加速はマニュアルなんで、ちょっと発進の時に、トラコンが働いたりしやすいんですけど、まあ 1.6 リッターとしたらちょっと驚くぐらいの、ギブリまでいかないけど、あのかなりの高いパフォーマンスを得てます。でブレーキはもう多分今回いろいろ12台テストしたする中で最強のストッピングパワーで、多分ポルシェ持ってきてももしかしたら911が負けるんじゃないかというぐらい、もうこのメガネがこうやってずれましたから、そのぐらいあのブレーキが効きましたね。加速性能は3リッターストレート6のターボなので、ものすごくあのエンジンがストレスなくスムースに回りますね。まあ、直力はフラット6と12と並んで、クランクの二次振動がない完全バランス系のエンジンなので、まあこのエンジンのその上質さみたいなものはこの M モデルでも十分に味わうことができます。でマニュアルなので、まあ、発進はちょっとこう、あんまり早く行くとタイヤがスリップしてストールするので、ちょっとその辺のタイヤのトラクションの感じがやっぱりランフラットだとちょっと辛いかなというところがあったんですけど、まあ、それでも一回加速してしまえばもうエンジンのパフォーマンスでどんどん、スピードが上がっていきますね。でブレーキもあのびっくりするぐらい止まりますが、ちょっとやっぱり ABS が
少し大げさなのかなという感じは否めません。